士のためにしてることありますか？ケシの一番よく聞く曲、めちゃくちゃ闇歌なんですけど、好きな洋服ブランドはありますかって質問めちゃくちゃあるんだけどさ、今日タンバリンズ仕事何してますか？私文通したいんだよね。別に自己肯定感高くないんだよな。全然ラブマイセルフです。こんにちは、はるきです。今日はこの間インスタグラムで募集した質問コーナー答えていきます。今日は私が週3リアル3 4 4、多分載せてる倍いるよね。めっちゃ多い。 SNS 載せてる倍いるコスモスで答えてきます。久々にやるんだよね、質問コーナー。ピックアップして答えてきますね。結構いっぱいあったな。体型維持のためにしてることありますか？顔痩せ、絶対に痩せたいときどうやってダイエットしてますか？実は私今ダイエットしてて、これはまた別でちょっと案件でやらせてもらってるんで、またこれは別でご紹介するんですけど、漢方のダイエットをしていて、食欲が収まるのと脂肪を燃焼してくれる漢方のダイエットしてるんですけど、10日間、1ヶ月やってるんだけど、今10日ぐらい経って2キロ痩せました。で、あんまりお腹空かないから、今日はコスモスのスムージー、今4時で1食目って感じで、だいたい1日1食ぐらいの量しか食べてないって感じですかね、今。これが良かったら、これをぜひお勧めしたいけど、今んとこ体調悪くなってないから、私はすごい合ってるかなって感じですね。食事制限かな、だからやっぱ。ピラティスやってるけど、ピラティスはあんまダイエットっていうよりかは、ボディメイクに近いので、やっぱり痩せたいなら食事制限かなという感じです。ケシの一番よく聞く曲、私、ケシ好き？ケシです。マジで私一番好きなアーティストケシなんだよね。マジで？ケシの一番好きな曲は、私はスケルトンっていうめちゃくちゃ闇歌なんですけど、が一番好き。ありますか、好きな曲は？美最終。そういいよね。あれで多分めっちゃバズったんじゃない、ケシは。でも結構前から好きだった。あ、本当に？もともと好きになったのは YouTube で Always っていう弾き語りの動画を見て好きになって、で、一昨年かな、ライブも行ったんですけど、とバンドエイドとかドランクも好きだし、トークも。トークはなんかリミックスしてるアルバムがあるんだけど、リミックスだけのアルバムがあって、で、なんかそのケシのトークのリミックスで、琴音ハウスっていう日本人の人がいるんですけど、その人とリミックスされたトークのリミックスバージョンもめちゃくちゃ好きです。好きな洋服ブランドはありますかって質問めちゃくちゃあるんだけどさ、これが好きっていうのがあんまりないんですけど、韓国のブランドで言ったらオープンワイガイ、ミスチーフ、あと何買ってるかな、オフォスも好きだし、今日着てる T シャツとか、これヒスなんだけど、これも超気に入ってたりとか、あとはメンズのブランドで言ったら T とかシャーマー、 T はエリスマルカ、シャーマーとか、友達が作った服を着るのがすごく好きで、あと韓国に行った時にセレクトショップとかで見て買うことが多いんですけど、ちょっと今パッて出てこないんですけど、めちゃくちゃいっぱいあるので、ちょっとここに載せます。こんな感じが好きです。ネイルいつもどうやって決めてますか？ネイルは基本的に私はあんまり派手派手のネイルができないので、今月とか赤なんだけど、なんかデザインとかは超適当に決めてて、あんまり派手すぎないスプレー系のネイルをしたりとか、あとはワンカラーをしたりとかで、めちゃくちゃフィーリングでオフしながらカラー決めてます。動画でたびたび登場する青いパジャマがとっても可愛いです。これは AFB と東京ビタミンのコラボのパジャマを、もう2年ぐらいずっとデロンデロンなんですけど着てます。前髪作るか切るか迷ってる。私も迷って一旦切ってみたけど、悪くなかったから切ってみたらどうですかね。タンバリンズの香水何の匂いか知りたいです。今日タンバリンズつけてるのは、パンプキン、パンプキン、パンプキンに見たら名前の香水を今日つけてます。あ、仕事何してますか？4月末で自分のブランドのディレクションから離れてからは、今は、自分がその表に出てクリエイターとして活動しているのと、
あとは SNS 周りの裏方ディレクションを今はしてます。例えばですけど、まあ、アドバイザーみたいな立ち位置で SNS 伸ばしていくこと一緒にしていきましょうとかを話したりとか、あとは実際にそこのサポートに入ったりとか企画を考えたりとかっていう仕事をしたりとか、あといろいろ進んでるのはアパレルの方でもちょっと動きがあるので、またそこは皆さんにシェアできたらいいなっていう感じです。結構私は裏方のディレクションワークが好きで、それもやっぱりやりたい、もっともっとやっていきたいなっていうのがあって、4月末でディレクションから離れているので、ちょっとまあ徐々にね、あの皆様にお伝えできるように今頑張って土台を作ってるっていう感じです。年を重ねていくにつれてマインドが変わったなと思うことは何ですか？やっぱり大人になればなるほど、いろんなことを寝る前に一旦考えるようになってしまったなっていうのは、すっごいネガティブというか良くないなってめっちゃ思ってて、10代の時とかは自分の気持ちのままに行動してたなってすごい思ってて、ただそれが大人になればなるほど、なんか予防線だったりとか、こうもしこうなってしまったらどうしようっていうことをすごい考えていってしまうなって思ったのが今の自分でダメだなって思うこと。でもいいことは、こうゆったりとした時間がすごく好きになった。なんかすごい刺激をずっと求めて結構生きてきたタイプだけど、最近はなんかそういうゆったりとした時間とか、何も生まれない、何も生まれない時間っていうか、こう何も考えない時間をすごく大切にうまく使えるようになったから、なんかまあ余裕というか心の安定は自分でコントロールできるようになったなっていうのはすごい思います。字が下手だけど彼女に手紙書きたくて冷められないか不安です。手紙めっちゃいいと思いますよ、個人的に。私文通したいんだよね、普通に。私は字が汚くても文通をするっていう、そのやり取りにすごく憧れを感じてるし、やりたいので絶対冷めないし、私だったらめっちゃ嬉しい。しかも彼女なんでしょ、絶対嬉しい。私は最高に嬉しいことを多分手紙で伝えると思う。ファッションが大好きです、ありがとうございます。コーデを組む時のポイントありますか？コーデを組む時のポイントは、だいたい1個は何か着たいものを決めて、何が合うかなって考えることが多いかな。明日はこれ着たいとかっていうのがだいたいいつもあったりする。なんかお乳のアイテムだったりとか、あったかくなってきたからちょっと露出したいなとか、今日だったらこの T シャツがすごく着たかったのでそれに合わせてスタイリングしたんですけど、まあ、これはまた週刊コーデで紹介してるのでするので、それでチェックしてくれたら嬉しいって感じなんですけど、あとはピンタレストで自分でコーデを調べたりとか、街で見たりとか、色合わせを考えたりとか。でも割と私はそんなにあんまり決めすぎない服が好きだったりするので、こうガチッと決まらないけどちゃんと女性らしさも残してるようなコンフィーな服が好きです。ハマってるご飯、カフェ、場所があったら教えて。ここですね。もうコスモスに私は本当に週4ぐらいで行ってるし、ここでの時間が私の中ですごくデトックスになってるし、何よりも味がめっちゃ美味しい。ラータンがいる。あとご飯屋さんは私は自分のアカウント、メインのアカウントとは別にグルメアカウントを作ってるので、それでよかったらチェックしてみてくれたら嬉しいです。あの美味しいご飯屋さんを本当に正直レビューで、だからあんま美味しくなかったなっていうのは正直載せてないんだけど、良かった店だけを載せてるのでよかったら見てみてください。進路に悩んでます、どうやって将来の選択をしましたか？まあ、未だに私も将来の選択をしてる。何歳になっても将来の選択していくと思うんだけど、私は悩んでたというか、どうしようかなって思ったら基本的にまずはいろんな人に話す。こういうことをしたいなと思ってるとか、こういうことをやりたくないと思ってるとかっていうのをいろんな人に話してみたら、こうしたらいいんじゃない、ああしたらいいんじゃないって自分が思ってる以上に人は助言をくれるし、まあ聞きすぎるのもあんま良くないっていうけど、私は自分が新たなステップにこう行くって時は必ずいろんな人に相談したりとか、いい意味でいろんな人に甘えて頼ったりをしてます。
かる、まあ、この進路は学校、学生さんかもしれないけど、私は学校、大学に行くか行かないかとか迷ったこともあったけど、やっぱりそれは親とかにも相談したりして大学に行く選択をしたし、行って後悔はしてないし、まあ、行かせてくれた親に感謝してるんですけど、なんかいろんな人に話していろんな人の意見を聞くのがめちゃくちゃ私的には良かったなと思う。自分だけの意見って結構こう、偏ってたりする。意外といろんな人と話したら、はるきちゃんが友人や職場の方々など人と関わる上大事にしてることなんてありますか。これは私の中ですごくいいなんだけど、あくまでも他人であることを忘れない。やっぱり人ってなり合いになってしまった時が一番関係値が悪くなるタイミングになりやすいって思ってるから、やっぱりあくまでもこの人は自分とは違う人間であって、常にリスペクトを忘れないこと。友達に関してもいい意味で絶対に私は気を使うことを忘れないようにしてます。やっぱり甘えてしまうことってなんか関係値的にはすごく私的にはグッドだと思うけど、そこが相手にとってはどう感じるかわからないから、まず絶対にリスペクトと感謝の気持ちを忘れないで、常に無理な、こう無意識に気が使えるような関係性を築いていくことが大事。なんかもう本当に気を使えないで関われるのは私は家族だけだと思ってて、だからそれこそよく動画に登場してくるゆうこちゃんとかも、もう10年ぐらいの付き合いだけど、お互いよく話すけど、やっぱり私たちはどこかでいつも気を使えてるからこそここまでずっと仲良くいれるよねみたいな話をする。でそれってすごくいい意味で、なんか無理せず気を使えるような関係値を常に築く。だからそこができないと私は多分あんまり、ずっと一緒に仲良くしたいなって思わないというか、まあ、仲良くする人ではないんだろうなって判断すると思います。プチプラでよく買うブランド、ちょっとプチプラの概念が最近なんかブレてる気がするからわからないですけど、ザラはプチプラですか。プチプラじゃないと思うけど、なんかそういうこう何も考えずに何か欲しいとなって買うようなブランドはザラかな。たまに東京の流れに追いつけなくなる時があり、うまくいかない時があります。悩んでしまいます。めっちゃわかります。なんか私出身は横浜なんで、正直東京とそんなに変わりないというか、中学の時から渋谷とかで遊んでたし、あんまりその状況下組とかではないので、そこまで共感できてるか不安だけど、私も意外とみんなから見えてる私がどういう人間かわからないですけど、結構私はすごくまったりとしてるタイプなので、スローなタイプなので、なんだろう、こう早いな東京と思うことは結構めっちゃあったりしてて、ただなんか私は幸いにも実家が近かったりとか、なんか横浜って都会なんだけど、どこかちょっと渋いんですよね結構。だから私は実家に帰ったりとか、まあその地元の好きなエリアに行ってゆったりとした時間を過ごしたりとか、家にいて映画を見たり本を読んだりして、なんか東京にいることを忘れるようなことはすること結構あるかも。あと特にコスモスとかは場所は富ヶ谷、駒場東大前とから辺だから、すごく都心ではあるんですけど、この、まあ、来てみたら絶対わかるんだけど、すごくスローな空間で、ここは心がすごく落ち着くし、一旦立ち止まって考えられるような気持ちになれる場所、ここは本当に。だからなんかそういう居場所を自分で見つけられたらいいんじゃないかなって思います。あと私がやるのは定期的に旅に出る、地方でも海外でもどこでもいいんだけど、なんかまったりとリラックスできるような場所に行ったりしてます。私は定期的に行ったりしてるし、行きたいなって思う。来月、再来月ぐらいに自己肯定感上げるコツ。私自己肯定感全然高くないんであれですけど、まあ、まずはそういう、さっきも言ったみたいにそういう居場所を作ったりとか、自分が心が落ち着くような場所に行くとか、私はここですけど、ここに行って今日はここで日記を書いてたんですけど、なんかそういう時間を大事にしてみたりとか、
なんだろうな、自己肯定感高くないんだよな、私全然。質問が来ました。何の質問？自己肯定感を高めるコツ。高めるコツは、どんな自分も自分だけは味方であってあげる。ああ、深い、ね、深い、いいね、深い、失敗しても確かに、それそうかも。確かにな、自分の味方って一番なんだかんだ心強いかもね。そうそうそう、だから誰か指定とか絶対誰かされるから合わん人もおるし、うんうん、でも自分は自分の味方で、多分みんな自分を責めた時が苦しくなるから。うん、そうだね、確かに。だから一番自分が自分を褒めてあげることが大事だね。じゃあ確かにそれはめちゃくちゃそうかもしれない。自己肯定感が下がってる時って他人からよりも自分自身が自分のことを受け入れられなくなった時が一番しんどいと思うから、今の意見はすごく私にも刺さりました。まさにそれですね。人生で大切にしてることは何ですか？これ最後にしようかな。なんかそれこそこの間韓国に行った時もすごい思ったんだけど、そのやっぱり言葉にするってすごい大事だなって思って、前の動画でも喋ったと思うんだけど、こうせっかく言葉があるんだから伝えたい時に伝えたいことは伝えるべきだなっていうのは最近すごく感じていて、誰に対しても。なので私は最近まだ全然できてないけど、なんか自分が思ったこととか自分が伝えたいことを伝えたいと思う人になるべく伝えたいと思うし、 Dive is zero、 いつゼロで死んでもいいようにちゃんと自分の中にある感情だったりとかを出すことを最近大切にしています。でなんか友達にも言われたんだけど、5回ぐらい自分の中でチャンスを与える。これができなくても、またできなかったとしても、またできなくても、ここでできたらそれってよく頑張ったよねって自分に言ってあげる。そしたら1回の失敗をそこまでこう気負いせずできるし、できたことを褒めていく、やれたことをポジティブに捉えていくっていうことを優先して、そこにフォーカスしていくっていうのは大事にしていきたいなってこの間友達に言われて思ったことです。なんか人生の質問が多かったんですけど、私も結構こう見えて全然強くないし、脆いし、弱いし、すぐにバットに入ってしまうタイプなんですよ、実はね。で一人でうーってなることもあるんですけど、そういう時は大体そういう時に限ってママから連絡があって、ママとご飯に行って全部喋るんですけど、それですごく楽になるんだけど、こう自分のことを責めてしまったりとか、自分のしてしまった行動に後悔することってすごい日々あるんだけど、まあやらない後悔よりやって後悔じゃないですけど、まあ本当にこう明日死ぬかもしれない、明日全部が変わる、世の中が全て変わっちゃうかもしれないって思いながら生きてると、もう少し1分1秒をどう過ごしていくかを考えさせられるというか、辛いこといっぱいあるし、私もあるし、みんなもあると思うけど、それが人生の面白さだって友達も言ってて、友達と話すんだけど、辛いなとかしんどいなって時は、これは絶対に人生が最終的に終わる時に面白い人生だったなって思える一つのエッセンスになると思って、頑張って乗り越える、だから気づいたら乗り越えてると思う、そういうのは。だからなんか自分の居場所とか自分が吐き出せる場所を自分で作るのは大変だけど、めちゃくちゃ大事なことだと思う。その場所が私はここのコスモス。もう本当1年ぐらい、オープンして1年経ったけど、私はここに本当にいっぱい行ってるし、ここでの出会いもあるし、ここで話したことも、辛い時になんかちょっとトッピングでなんか元気になるスーパーフード入れてもらうとか、なんかその話はしてなくても、ここで話すだけでちょっとハッピーな気持ちになったりとか、まあ、公園に行ったりとか、月を見たり、音楽を聴いたり、本を読んだり、日記を書いたり、なんかそれは私のスタイル、私のやり方ですけど、この季節の変わり目だし、5月病の延長じゃないけど、なんか自分のやってることで正しいのかなとか思うことってめっちゃあると思うんだけど、意外と合ってるし、自分のやってることって。私なんかそれを
全部正解にしていくのが自分は自分次第だし、私は今それを頑張っていこうって思ってる、まあ、ポジティブではあるんですけど、でも全然病む時もあります。シャワーでお風呂でしか私はあんま泣かないようにしてますけど、お風呂で泣く時もあります。人間なのでめちゃくちゃ強くないから、人間みんなだから、そういう時は一人になる時間も大事だし、みんなで支え合っていく時間も大事だと思うから、まあこの動画が、この私が喋ったことが少しでも誰かのためにこんぐらいでもなったら嬉しいなっていう感じです。はい、久しぶりに質問コーナーやりました。なんか季節かな、人生の質問めっちゃ多かったけど、私はそんなアドバイスできる人間ではないんですけど、今日も明日も頑張っていきましょう。ラブマイセルフです。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。